ないパスですね。これを買うんですけど、おおすごい全部真っ赤だ。こんな全部赤いカレンダーなんてもうそう簡単には見られませんよ。これ貴重な映像だ。おおいいねいいね。こんにちは。今日は平成31年4月の28日です。困っちゃうよな。これいつもこのスイカのペンギン広場のところで、ね、新南口のここで動画撮ってたわけですけど。見ます、スイカペンギンがいるわけです。ガミさんもよくここで動画撮ってるじゃないですか。代表取締役社長とか言ってね、まあ、そのスイカペンギン広場が、令和2年の6月ぐらいまでずっと工事で閉鎖だって。あ、困る。まあまあしょうがないですね、わざわざ意図的に平成31年とか何とか言いましたけれど、平成も残り3日です。ここにありますのは国内パス JR 東日本の、首都圏、今首都圏というか東京近郊の東京23区内の、電車が乗り降り自由になる1日乗り放題パス750円の切符です。俺も特内パスくれって一人来ましたけどね、あ、もらえないことが分かっていなくなりました。この特内パスですが、この令和の時代に切り替わるにあたり、ありがとう平成という印字がなされるということで、これ結構旅行している人が多いらしいんですね。もしくは東京の観光、ここに字が入るからだからなんだって話でね、それ以外は何も変わらないんですよ。しかも別に特内パスだったらなぜありがとう平成になるのか、そこに、まあ、何の脈絡もはっきり言ってないわけですけど、でもまあこういったものが印字されるとなるとみんな喜んで買うわけです。私も買いました。本日は東京山手線、それからその真ん中を走る中央線などに乗って東京の観光をしようと思います。訪れる場所は皇居、江戸城、皇室に関係するような場所を中心にしたいと思います。皇居二重橋とか赤坂離宮とか、そういったところを多く訪れればいいかなと思います。乗るのは中央線の快速電車です。これで東京に向かいます。中央特快としてここまで来たみたいですね。中央線中央特快東京行きです。停車駅は四ツ谷、お茶の水、神田、東京です。すごいすごい、さすが連休ですね。こんなに人がずらっと詰めかけて。視聴者の皆さんもいつも私の動画で東京駅丸の内駅舎をご覧になっていますから、昨日なんかね、親の顔より見た駅舎とか書いてありましたけど、もうしょっちゅう丸の内駅舎が登場してますんで、この混雑のほど私と同様に感動することができるでしょう。すごいですね、さすが連休ですよ。本当にこんなにたくさん来るなんて。みんな遠方からおいでになった観光の方でしょうかね、もしくは、じゃあ休みだからどっかちょっと出かけるかという東京の方かもしれませんが、立派なものを見に来てくれてありがとうございますと言いたいところです。別に私が作ったわけじゃありませんからね。ここ JR の敷地ですし、今回ねやっぱり平成の終わりということで、皇族天皇陛下に関連するようなものを多く取り上げたいと思うんですが、よくね東京駅の都市伝説として言われるんですけれど、東京駅の地下に、秘密の連絡通路があって、それが皇居と直結しているとかね、そんなこと言われるんですが、まああまりそういうことはないというか、まあ、まずないでしょうね。そんなものは仮にね、皇居が何か攻撃されるようなことがあったとしても、そこから逃げるぐらいだったら皇居の中にこそ長所のことではもう耐えられるぐらいの、まあ、さまざま重大な設備、重要ななんていうのかな、強い設備が残ってるんじゃないですか。やっぱ多分核戦争があったってとりあえず天皇陛下はご無事なんじゃないですかね。皇居の中に核シェルターぐらいは用意してあるでしょう。東京駅正面玄関のこの部分だけタイルの色が変わっています。向こうも見ていただくとね、タイルの色が違うわけですが、この正面からまっすぐ伸びているこれが行幸通りです。正式な名称はね、またなんかあるんですね。こういう名前らしい。東京都道404号皇居前東京停車場線と書いてあります。これつまり皇居の前から東京駅、東京停車場まで伸びていく道路ってわけで、大正時代に整備をされた、東京駅が作られた時と同時に作られたわけですが、北海道とか行くとね、よくなんとか停車場線とか行って、すごい小さい駅でもね、まあ、例えば本当にあるか分かりませんけど、大沼駅までね、大沼停車場線とか、標茶駅まで標茶停車場線とかって普通に看板にも書いてあるんですが、東京であんまりそういうものを言うことはしませんけれど、要は駅前道路というやつですね。でこれはまさに天皇陛下用の駅前道路で、この道を自動車が通ることができるようになっています。実際に皇居の目の前に、それこそトヨタのセンチュリーが乗りつけてですね、で正面玄関から、お召し列車を降りてお出になられた陛下を迎えて、あそこのスロープを使うんですが、スロープから車で、この道に入り、そのまままっすぐここを突き抜けていくということをすることがあります。
で小さい時からよくこの行幸通りはね、都営三田線と東京駅の乗り継ぎで使っていたんですけれど、小さい時の記憶はあんまりなくて、ここの真ん中がどうなっていったのかよく覚えてないんですけど、ただこんな風に人が歩けるような状態になっていなかったことだけは確かです。 JR 東日本が東京駅を、再整備するときに、ここにもですね、こういう風な道を新しく整備する計画になっていたのは覚えています。ちょうど新緑が芽吹いて本当に美しい時期ですが、これもまた手前のところを見ると、この部分だけね、ガードレールと見せかけて実は取り外すことができるようになっています。お召し列車がやってくるときにはあれが取り外されて、陛下の車がここをまっすぐ直進して、この並木の真ん中を突っ切るわけです。行幸通りはイチョウ並木、こちらの丸の内ビルの裏手には欅並木があります。どちらも本当に今見るべき美しい緑です。そして今東京駅からまっすぐ来て内堀に差し掛かりました。これがかつての内堀です。ここは和田倉門、これより内側が江戸城の中ということになっています。門はありません。門はもうつまりなくなってしまったので、こんな感じなんですけど、地名として和田倉門が残っています。ちょうどなんかウが来てるな、多分そういうやつだと思うんですけどね、中でお魚を探して捕まえたのか捕まえていないのかちょっとよくわかりませんけど、全然上がってこないな。そろそろ上がってきてもいいような気がするんですが、まだ取れないようで頑張ってるみたいです。あっちに出てきたな。いろんな鳥が来ております。皇居では白鳥も飼っておりまして、ここで餌やりなどもしてるんですが、あ、いたいた。全部で9羽いるらしいですね。うちのチャンネルでも以前一度紹介しました、人懐っこい白鳥です。あっちが東京駅です。でこっちを向くと、これが日比谷通り、これはね、国道1号線の、一部も構成してるはずなんですけれど、ともかく立派な建物の眺めです。こっちの方面に帝国ホテルとかもあるんですけど、映ってるのかな、ちょっとどれが帝国ホテルなのか私はわからないのですが、この辺りもまた東京の中枢、ここに見えているこれが東京タワーです。江戸の時代に積まれた、多分太田道館とかそのぐらいの頃に作ったんだと思いますけれど、立派な石垣です。石垣では鳥が頑張っております。こんなところにいて楽しいのかどうかちょっとよくわかりませんが、居心地は悪くないようです。でも多分太田道館っていうのは室町時代の人だから、そんなに昔から立派じゃなかったんじゃないかな。昔の江戸ってのはかなりど田舎でしたからね。徳川家康が時の権力者ナンバーワンの秀吉に地方への転勤を命じられ、実質左遷なわけですが、それで頑張って家康がそんなんで負けるかと全力を挙げて整備をしたのが今の大きな江戸城です。中に入るともう一つ大きな通りがあります。これが内堀通り。これより内側は本当にもう完全な皇居の中です。向こうを見ると大きなビル群がありますが、でこの真ん中にある扇形の建物、これが刑事ドラマでおなじみの警視庁、その裏側に霞が関各省庁のビル群が連なっています。あちら方面は竹橋、それから一橋があるところ、かつて一橋大学はあそこにありました。現在でも東京大学の卒業生を中心に旧帝大の卒業生が集う学士会館があの辺りにあります。で反対側が霞が関ですから、ちょうどその間が皇居というわけで、皇居ってのはすごく大きいのかというと、そこまでめちゃくちゃに巨大なわけでもありませんが、でも東京の中でこれほど空が広く残っているのはもうここだけです。一部を売却して再開発したらすごく増収、税収も増えるだろうと思いますが、さすがにそんなことはできないというわけです。陛下がいつも行幸の時にまさにお通りになる行幸通りです。でその手前のこの広場も結構整備されてね、綺麗な、なんかあんなビジターセンターみたいなやつもありますけど、この辺りを皇居外苑と言います。ここが、正確に言えば皇居なのかどうかちょっとよくわからない、そうだと思うんですけどね、多分。皇居周辺ではこのように皇居の周りをぐるぐる走り回る人たちがいます。これ皇居ランナーと言いまして、結構景色もいいしね、東京の中でこれだけ整備された走りやすい場所もないわけですが、この皇居ランナーの人たちはかなり多く、
私もね、皇居の周りを自転車で、普通に東京都内を自転車で長距離移動すると、皇居の周りぐるぐる回った方が早いので、よく周りを走ったりしたもんなんですが、皇居ランナーの人たちってね、正直言って、邪魔か邪魔でないかというと邪魔なんですね。ただ、私も歩道を自転車で走ってるわけなんで、それをあんまり邪魔だとかいうような大義名分は全くないんですしね。それから、逆に、車道を走るときも自動車に邪魔だと思われてんだろうなと思って注意をしようと思うわけですが、別に邪魔だからやめろなんて、そんなことをね、そんな汚い言葉をこの方たちにかけるつもりはないんですが、何が言いたいのかというと、つまりそういったふうに混雑しがちなので、だから公共ランナーの方たちも一定のルールに従って、例えば公共ランをするときには必ず右回りでするとか、そういったことが決められています。いや、左回りで公共の周りを回るわけです。だから向こうからこっちに向かって走ってくる人たちいませんよね。行政の中心はあちら霞が関ですが、その中でただ一つ、各省庁の中で一つ外れて、あそこに置いてあるのが宮内庁本庁舎です。多分あの中でいろいろ今もやってるんだろうと思いますが、このゴールデンウィークなんてものは宮内庁にはないんじゃないですかね。一番最も忙しい時期だと思います。かなり厳かな作り、それはお宮の中にあるわけですからね。実際宮内庁というふうな呼び名の通り荘厳な作りをしています。そしてもう一度霞ヶ関方面に立ち返ると、右下に見えているこの建物、これが桜田門です。幕末の話ですが、開国派の大老井伊直助が、独断で将軍の同意もなしに開国を決定した時、それは大変な大事件、確かに、独断で決めるというのは大変なことだったと思うんですが、そうしなければ結局議論がまとまらなかったので、私はその独断は結構正しかったと思いますけれど、それで改革に署名したものですから、その上位派の人たちがもう大変に怒り狂って井伊直助を暗殺するということがありました。井伊直助は本当に桜田門の外のところで、ちょうどカゴに乗っているところ、カゴの外から刀で突き刺され、そのまま亡くなったそうです。で、一方でその目の前にあるこちらの大きな門、これはこの間もね、私が皇居の中に一般参賀行った時に通してもらった門で、今は通ることはできませんが、あれは皇居坂下門です。あの裏に坂があるんで、その下にあるから坂下門らしいんですが、こちらでも坂下門街の変というのがありました。井伊直助の後を継いだ老中安藤信之って言ったと思います。確かそんな名前だったと思うんですが、安藤信之が、あそこでまた、ちょうど襲撃を受けたんですけれど、その時は安藤信之さんは無事だったそうです。大層古い造りの甲府警察本部坂下護衛所、坂下門警備派出所と書いてあるこの建物のすぐ脇にですね、こっちにも似たようなものがあるんですね。でこっち見ると、こっちは警視庁丸の内警察署って書いてあるんです。違うんですよね。でこっちはつまり警視庁の管轄なわけ で向こうは宮内庁の管轄ですから、管轄が違うから見張り所警護所みたいなものが2つある。なかなか面白い感じです。で向こうは実際に警視庁のお巡りさんではなく航空警察の方が警備をされています。ただ本日は二重橋はどっちですか、はい、二重橋はこの砂利道を、そればっかりのやり取りを続けているようです。あそこの間ぽっかり空いているのが行幸通りで、奥に東京駅があるわけですが、こんな砂利道を抜けて、ね、日比谷通りの内側を進むと、結構この桜田門の方まで来られるんですね。あの裏に二重橋があります。そしてちなみにあちらにあるあのビル群は何かというと、新橋、それから汐留です。よく新橋の駅前の動輪広場のところでサラリーマンの人たちが写真、テレビの、取材を受けてたりするシーンありますけど、あれは大体あの辺りで撮っているわけです。それから奥のこのビルのあったところぐらいだと思いますが、昔は国鉄の巨大な汐留駅という駅があり、それが全て晒しになって再開発をされたので、あのような巨大なビル群が発生しています。大河ドラマで出ないかもしれませんが、よくドラマなんかで出てくるような皇居二重橋がこれですと言いたいところなんですが、これ実は二重橋じゃないそうです。私もね、さっき調べて初めて知ったんですが、ずっと今まで生きてきてこの橋を二重橋と2つこうついてるから言うんだと思っていましたが、そうではなく、この間も通ったんですけれど、この裏に通っているこちらの鉄製のこの橋のことを二重橋と言うんだそうです。なんでも昔その下に支えのための簡易な橋がもう一つ作られていたために、それで二重橋の呼び名になったんだそうです。なんでもとにかく素晴らしい景色であることは変わりません。それからずっと間違えていたんですが、これは私桜田門だと思っていたんですが、よく近づいてみればこれは桜田門ではありませんでした。この裏側に桜田門があり、これは皇居の正門です。
何かないとここには近寄ることができません。もうあそこに入ることは全くできないし、ビシッと衛兵さんのように航空警察の方が2名警護されています。そしてまたこの橋だけが見どころなわけではなくて、裏側に見えるこれですが、この櫓、これは伏見櫓といいます。江戸城として使われていた当時から残っている貴重な建物です。でですね、すごく分かりづらいんですけど、この裏に宮殿があるんですが、分かるかな、こうちょっと屋根みたいなものが、緑色のものが木の隙間から透けて見えるのが分かりかと思いますが、あそこにまず一般参賀とかでね、よくあのお正月とか天皇誕生日になると、陛下皇族の方がお出ましになって、上から手を振って記者会見じゃないんですけど、ずらーりと並んで手を振るみたいなシーンがありますけれど、あれはこの上でやっています。一般参賀とかそういった時にはあそこに登っていくことができます。そしてそのずっと奥の方にも、まあ、その手を振るところは調和殿というんですが、奥のあたりに御座所があって、そこでは陛下が公務にお付きになるそうです。そっちまで見に行くことは多分できないと思います。そんなことないよな。それから国賓のもてなしなどをするときにも使うそうで、そのような様々な松の間とか言ったかな、確かの勲章をあの授けるときとか、それからあとは、総理大臣の任命式とかをやるときにも使う部屋があそこにあるはずです。じゃあそろそろ一旦皇居を離れようと思いますが、あそこにあるあれが桜田門です。さっきは勘違いして違うこと言ってしまいましたが、お正月に前にここへやってきたの、自転車でぐるぐる走り回ったことがあります。深夜もここは空いてるんですけどね。であそこではこう出たり入ったり写真撮ったりいろいろ遊んだもんです。ところでこの地図を見ていただくと分かるんですが、この周辺にもね結構緑色のものがポツポツポツと見られます。でまあこれは皇居のわけですけど、じゃあこの緑は何だろうなと思って見るとですね、これは赤坂御用地と書いてありますが、まあ、迎賓館とかそういったものがあるようなところ、それからその北側にも新宿御苑、こちらは明治神宮、もう大体皇室関連なんですね。そこら辺はさすがにまあアンタッチャブルとでも言いますか分かりませんが、ちょっとなくすにはいけないということで、いまだに開発をされるしっかり残されているというわけです。まあ、こういったところはねただの、ね、公園だったりするわけですけど、これが桜田門です。昔のままの作りではなく、関東大震災で一度壊れてしまって直したらしいのですが、これ菊の御門なのかなと思ったらそういうわけじゃないみたいですね。桜田門が閉じることがあるのかどうかはちょっと私には分かんないんですが、ライトアップも夜になるとするみたい。照明群もあります。ここから内側が皇居ということに一応なってるみたい。外から来るときはこの門を通って入るわけです。でもいつも開いてるんですけどね、本当の内側、まあ、実質ここではないでしょう今は。抜けると目の前が霞ヶ関です。右側にあるのがこれが警視庁、左側は法務省、奥に厚生労働省などいろいろあります。東京タワーもこの角度に見えます。行政の中心はここですが、こちらに立法機関の中心もありまして、これが国会議事堂です。井伊直弼の桜田門外の変はここで起こったわけですが、それ以外にもここで歴史上の大事件が起こっていたんだそうです。私は知らなかったんですが、昭和の初め頃、昭和天皇の暗殺未遂事件がここで起こり、それは桜田門事件と呼ばれているそうです。ここを通る昭和天皇の馬車に対して爆弾を投げつけ、しかし実際には昭和天皇の乗っている馬車ではなく違う馬車に当たったということと、その爆弾もまた威力が低く大した影響はなかったということですが、犯人は退却罪に問われ死刑判決を受けました。それがこの目の前だったらしいですね。馬車は襲撃を受けてもそのままとりあえず走り続け、皇居の中に無事到着したそうです。まず多くの車が通ります。これが警視庁、奥の、これがね外務省ですね。でその裏側に財務省があります。で確かこれが厚生労働省だったはずだな。ずらっと霞が関を並ぶとさぞ立派な建物が並ぶ、まあそんな感じなんですけど、まあでも歩いてもね、今日は一応お休みいないんじゃないですか。さすがに官僚の人いるんですかね。いるのかな、忙しいですもんね。そんな官僚の人たちってなんか休みとかなさそうだよな。この坂を登ると奥に国会があります。東京の中枢っていうのは結構小さくまとまってるんですよ。意外と歩いて簡単に30分から1時間ぐらいで見回れてしまうぐらいの範囲です。国会があそこにあって、そのすぐ右側、ここから見渡すとあそこに見えるあれが、あれ国立劇場だっけ、あれ最高裁、どっかあの辺にあるんだけど、あれ最高裁の建物じゃないな。
ちょっとね、あれを見ただけでは私にはあれがあの最高裁判所かそれとも国立劇場かどっちか分かんないんですけど、多分まあともかくあの辺に最高裁判所があるのは間違いないことです。本当に近いんですよね。首相官邸もそんな離れてませんから。議事堂の脇に多分この辺にあるんだと思うんですけど、ちょっと見えませんけどね、ある建物が国立国会図書館です。日本で出版されている本を全て1冊ずつ買ってその中で保存するということになっています。国会図書館はそういうわけで全部を買うので、国会図書館を使って儲けるという方法があるんですよね。例えば適当な本を使って、それで1冊5万円とか10万円にして、それで出版をすると、国会図書館は買わなければいけないから買うんじゃないかみたいな、そういう冗談の話があるんですが、それはどこまで本当なのかは分かりません。霞ヶ関自体はあんまり観光って感じじゃないんですけどね。それに今回の趣旨も少し外れてるんですが、10連休の中でやっぱりかなり東京の中では人通りが少なくなってますね。車も向こうでは忙しく走ってますが、この辺りではもうタクシーがほんのわずかにいるぐらいです。全く誰もここで働いてないということはないと思いますが、いや本当に静かですね。さっき警視庁の前でね動画撮ってたんですけど、そしたらおまわりさんに、ちょっとすいません、この辺で動画撮るのはね、あんまりよろしくないんですよね、あすいませんみたいなこと言われて、あーもう全然、あそうですか、わかりました、じゃあ場所を変えます。ちなみに警視庁の前だったら以外は大丈夫なんですか。あ警視庁だけがちょっと、はい、あんまりよろしくないんですよね。あわかりました、どうもありがとうございます、ありがとうございますって、そんな感じになりました。ただここへやってきた目的の一つ、これが外務省です。今度皇后におなりになる雅子様のかつての勤務先というわけでちょっと見に来たんですね。霞が関各省庁ではなんかね、5月が近づくと鯉のぼりをかけるみたいで、さっき法務省でもかけてましたし、確か東京高裁でもかけてたな。なんか林野庁だけは他のところと比べても緑が濃くなってるような気がしますね。床下からブーという音が聞こえてきます。これは営団地下鉄の時代からずっと使い続けられている地下鉄の発車のベルです。だからこれから多分地下鉄が動く音もしてくると思います。私の耳には聞こえるんですけど、そんなに大きな音じゃなかったかな。ここ霞ヶ関駅もまた平成を代表する大事件の起こった場所として知られています。各省庁への便利がいいようにたくさん設けられた霞ヶ関駅のこのなんていうの、地上の通路ですが、1995年オウム真理教の朝原彰晃の指示によって、この地下鉄にサリンがまかれる地下鉄サリン事件が起こりました。まあ私が解説するまでもないことなんですが、私がまだ生まれる前なんで、むしろ私が解説した方がちょっと場違いかもしれませんけれど、ちょうどこの霞ヶ関にやってくるそのタイミングで、地下鉄の車内に用意しておいたサリンのパックに傘で穴を開け、そして車外に降りていったといいます。合計で6300人が負傷しました。私の生まれる前のことですけど、なんか平成の初め頃っていうとバブル、そのわけのわからない狂乱も私には全く理解のできない感じですが、バブルの狂乱とそれからオウム事件、その印象がありますよね。なんかこう2つセットで印象付けられるというか、多分当時もあれがわけがわからない空騒ぎだと思ったような人たちが、実際にまあバブルはね空騒ぎだったわけですが、それが多分オウム真理教に入るとかそういったことも、実際本当にあったんでしょうね。朝原彰晃も結局、皆さんもご存知の通り、私は別に改めて言うわけでもないですが、その側近とともに昨年執行されまして、もうオウム事件の死刑囚は全員が執行されたんですよね。英断時代から続いて、なんだかどことなく薄気味悪い霞ヶ関駅、昔ここから多分毒ガスから逃れて上がってきた人たちもたくさんいたんでしょう。どうもその薄気味悪さが拭えていません。道案内がかっこいいですよね。会計検査院、外務省、環境省、金融庁、経済産業省、警視庁、公共、公正取引委員会、厚生労働省、合同庁舎南郷館っていうのはつまりこの省庁が入ってるやつなわけですけど、国土交通省、国会議事堂駅、国家公安委員会、財務省、消費者庁云々、人事院とかスポーツ庁、総務省、すごいですよね。こう東京の中心にありそうなものが全部ここに書いてある感じがします。本日はここから四ツ谷に行きます。この辺りの路線図ですけど、日比谷線はこのように、有楽町線はこのように、
丸の内線もこう中央線もこんな感じで、みんな皇居に皇居の下を通ることができないので、皇居に当たるともうこう弾かれたかのように逃げていきます。皇居の下地下鉄通しちゃっていいと思うんですけどね、やっぱさすがになんか問題があるのかな、テロとか。皇居の下に駅を作らなければいい話だと思うんですが、逆にそれだと非効率なんでしょうか。乗り換えです。四ツ谷に着きました。東京の地下鉄を散々乗っていても、こういうところに来るとなんだか不思議な感じがします。四ツ谷の谷の字、その通りここは谷の地形をしておりまして、地下を走っていた地下鉄がいきなり地上に出てしまう、そういう場所になっています。すぐ下に見えるのは中央本線四ツ谷トンネルですが、その上に目を上げると奥に広い赤坂御用地、赤坂離宮、迎賓館があるのもここです。ここからすでに屋根の一部が見えています。四ツ谷トンネルっていうんだと思ってましたが、これは御所トンネルと読めばいいのかな。新御所トンネルというのがこれで、あっちがその古い方のトンネルでしょう。さっき私言いましたけど、地下鉄は皇居の下を通れないって言いましたね。なのに新御所トンネル、御所トンネルはもうバッチリ皇居ではありませんが、もう天皇陛下が御陵になるようなところの下を通ってるわけですよ。しかもちょっと今調べて確認したんですけれど、あそこにですね、迎賓館ができたのはそもそもの経緯というのは、もともと皇居にあった、宮殿、それは明治時代もちろん皇居の江戸城の建物を使っていたんですが、それが燃えてしまったので、とりあえず仮に、あそこに、移動してよ、そういうことをやっていた時期があったらしいんですね。だからその天皇の仮の住まいとして使われていた時代、そして、その後もその当時からの計画で、要するに東宮御所と今でも普通に使ってますけれど、皇太子殿下のお住まいとして使うようなもの、それを建設する予定であった、そういう重要な場所にね。でよりにもよって、ほんのちょっとですけれど、その真下に中央線通すかってわけですよね。だからそれはちょっといくらなんでもというように議論もされたと思うんですが、結局中央線は通っています。それなんでかっていうとね、分かったんですが、これは戦時のため、ちょうど当時日清戦争をやっていたらしくて、その時に兵隊を輸送するのに中央線を作るのが必要だからといって、それでここを開通することができたんだそうです。これはなんだ、永田町からこう行ってるの、これは有楽町線かなと思うんですけど、ちょっと違うかもしれないが、これなんかもろ通ってますよね。大丈夫なんだな、ちょっと新しい路線だからですかね。わかりました、これは首都高ですね。首都高4号新宿線と書いてありますが、そうか、首都高の時代にはもうこんながっつり通しても良くなったんですね。まだ中央線はかなり頑張って良けたって感じしますけど、これが迎賓館です。迎賓館というのはつまり外国から来たお客さんをもてなすための場所ですが、外国だけじゃないのかもしれませんけど、皇太子殿下のお住まい東宮御所というのは、こことは少し離れたところにある、赤坂御用地の中にあるのは同じなんですけどね。壁沿いに回ると西側に入り口があるということなんですが、その道中に見えるこれが学習院初等科です。学習院大学の、要するに小学校、付属小学校というわけですけど、当然皇族の、例えばですね、秋篠宮悠仁殿下は結局学習院大学ではなくお茶の水女子大学附属の小学校に行かれましたが、の学習院大学に皇族の方が、お通いになるということはよく知られています。つまり東宮御所皇太子殿下のお住まいのすぐ目の前に学習院の小学校があるわけですよね。これは通いやすいですね、お家お隣ですから。いいな、立派なもんですよ。お、通行止めの標識がこんなところにあるってのもすごいけど、びっくりした、実は初めて来たんですけど、こんなに普通にこんなところ首都高が通ってんのか。西門がね、日本橋がね、上を首都高でまたがれて風情がうんぬんって言いますけど、すごいね、赤坂御用地の下にこんな通ってるとは知りませんでした。本当にかなりの音ですよ。これが迎賓館のなんていうの、表の庭園だそうです。入るにあたっても飛行機に乗るときみたいな入念なチェックがされまして、金属探知機当時から全部金属のものはポケットから出してください、そういうふうに言われました。この建物の中については撮影はできないらしいんですが、外であれば別に自由にしてもらっていいということで、それから大学生の場合は迎賓館の庭園だけであれば見学は無料だそうです。中のセットで見学する人は1500円、庭園だけの人は500円、大学生はただ。学生証も一応持ってきたんですが今回は見られませんでした。
豪華な印刷のパンフレットをもらったので、これを読み上げたいと思います。迎賓館はかつて紀州徳川家の江戸中屋敷があった場所に10年の歳月をかけて、明治42年に東宮御所皇太子の居所として建設されました。建物は地上2階、地下1階で、幅125メートル、奥行き89メートル、高さ 23.2 メートルと広大なものです。明治時代の建築家、片山徳馬の組織のもとに、当時の一流建築家や芸術工芸家が総力を挙げて建設した、日本における唯一のネオバロック様式の西洋風宮殿建築です。この建物は昭和天皇や金城陛下が一時期お住まいになった以外、東宮御所としてあまり使用されることはなく、戦後建物の跡地とともに国に移管され、国立国会図書館、内閣法制局、東京オリンピック組織委員会など、国会や行政の機関に使用されていました。戦後数十年経って外国の賓客を国として接遇するための施設の必要性が高まったため、5年猶予の歳月と108億円の経費をかけて村の東郷の設計で改修が行われ、昭和49年に現在の迎賓館赤坂離宮が完成しました。開館以来、世界各国の国王、大統領、首相などの国、公賓が、この迎賓館に宿泊できるんですね。歓迎行事をはじめ、首脳会談、要人との会談、晩餐会の開催など、華々しい外交活動の舞台となっています。また、先進国首脳会議、日本、ASEAN 特別首脳会議などの重要な国際会議の会場としても使用されています。なお、平成21年、創建当時の建造物である迎賓館赤坂離宮の本館、正門、指定噴水池等が、明治維新以降の建造物としては初めて国宝に指定されました。つまり皆さんが今ご覧いただいている、私が今目の前にしているこれは国宝だということで、立派ですね。つまりこのご立派な迎賓館はもともとは皇族のお住まいだったんですね。私てっきり迎賓館として作ったんだと思いましたけど、そんな明治の終わり頃に作ったやつだとは知りませんでした。あの中については撮影もできないし、また今回はケチって見てもおりません。ただだったらね、また次に来た時に、じゃあ誰か東京を案内する時に、じゃあお金払って入ろうかなっていう時に、私も自分で楽しめるから楽しみを取っておくことにしたわけですけど、中も私がソ連じゃない、ロシアで見てきたエルミタージュ美術館、サンクトペテルブルクの、ロシア皇帝の王宮、冬の王宮、それにかなりそっくりでしたね。かなり豪華絢爛という感じで、そんなところに昔は人が住んでたのかと思うと、びっくりですが、日本もそんな感じだったんですね。入り口の上を見ると、これ菊の御紋、しかしこれあれだな、皇室の使う菊の御紋ではないですね。皇室の菊の御紋は二重になっています。これはパスポートに書いてあるのと同じやつですけど、下の方を見たらちょっと違う飾り付けがしてあるかもしれません。これはどうかな。あ、これもやっぱり、あ、これは皇室の二重の菊の御紋ですね。わかりますか、あの裏がぐるっと丸く取られてますよね。普通のやつは一重のただ花びらだけがかたどられているものです。荘厳とはまさにこのことです。ちょっとこう奥から手前にこう伸びてくる感じがいいね。これが明治時代からずっとここにあるってのは大したもんですね。これは確かに国宝になるよ。この木のカットすごいな。これこの木なんの木、気になる木みたいなやつですけど、よく見るといろんな木がいっぱい植わさってんのをこう組み合わせてこの形にしてるんですね。面白いね、こうよくやってるなと思います。ちなみにこれですけど、これだと思うんですが、これはホテルニューオータニで、帝国ホテル、ホテルウォークラーに並ぶ東京御三家ホテルの一つです。それからあとはこちらを見ていただくと、今こんな風にパラソルが出てますけど、迎賓館の中で食事ができる場所は多分これだけだったと思うんですが、ここで飲み物とか、簡単なカフェみたいなのをやってるそうで、アフタヌーンティーとかそういうのが前できるって聞いたことありましたけどね。割と今日はお客さんの入りがいいからかは分かりませんが、かなりいろんなものを売って、ベンチの客席もかなり多くなっています。これ本当に重大な問題なんですけど、東京に住んでると東京の観光ってしないんですよね。こんなにすごいものがあってもわざわざ見に行ったりしません。今回平成ありがとう平成特内パスというものが発売されて、それでじゃあありがとう平成に即した、皇室関連のものをたくさん見学しようとこう旅立っているわけですが、よく考えてみるとですね、まだ新宿東京間の中央線の快速電車の分しか、乗っていません。750円はまだ全然回収できていません。もしかしたら最後まで回収できないかもしれません。でもね、ありがとう平成でそこに印字してくれたことによって、この素晴らしいものを見て感動することができた、これだけでも十分価値のある特内パスの購入になったかなと思います。できたら元は取り
たいですが、まあ、あとねもう一つ言えることとしては、東京の観光にあんまりお金はかからないということですね。この今回もまあ、私が大学生だからタダで行けたっていうのもありますが、それとあとは、皇居のやつもそうでしょう。基本的にお金かかりませんから、予約とかが必要な場合もあるし、迎賓館も、実は予約をしておくとよりスムーズに見学できるらしいんですが、まあでもね、こう歩いて電車賃もかからないし、京都よりも別に京都に対抗しようっていう意思があるわけではないんですけど、京都よりもね東京の方がお金かかんなくていいと思いますよ。エコですから。そんじゃ今度は四谷から一駅だけですが、中央観光線に乗ってお隣信濃町、千葉行きが参ります。危ないですから黄色い点字ブロックまでお下がりください。信濃町といえば私が前に紹介した創価学会とかね、思い浮かべる方もいるかもしれませんけど、うわすごいな、これもなんか創価学会の三色旗になってるけど、多分関係ないと思うんですけどね。これね新宿区のやつですから、信号普通緑で書くと思うんだけどな、何度わざわざ同じ三色にしなくたって思いますが、まあ、ともかくここが現在地ね。でこの緑色のこれ、迎賓館一帯と書いてありますが、これもまたやはり赤坂御用地であります。つまり赤坂御用地だけで一駅分普通に離れてるってことなんですけど、今中央線で赤坂トンネルをくぐりこちらに抜けてきたところですが、ここにある東宮御所に向かいます。まあ向かうっつったって別に入れませんよ。これは皇太子殿下がお住まいのお家ですからね。ちなみにこっちの青山の方には秋篠宮邸があります。秋篠宮両殿下がお住まいになっている邸宅がこちら、今度新しくするそうです。この北側、これは神宮外苑、こちらは新宿御苑、これらも全てもともとは皇居に関連していた建物、皇居というか、まあ、皇室関連の、土地でした。信濃町駅から東宮御所の方面まで向かっているところですけど、これね首都高出口立ち入り禁止、首都高立ち入り禁止、これ向こうに行くと首都高なんですね。そこから出てきた、この車たちはおそらく賢くも赤坂御用地の下を通り抜けてきた、そういう自動車だと思われます。すごいですねこれ、立ち入り禁止、航空警察本部宮内庁だから、これ門ですよ、収容所の入り口だって言われたらなんかね、そう見える感じがするな。シベリア送りにされて、なんかこの中に何ですか、日本兵みたいな人がね送られて、そこを壁を打ち付けられて出てこられないようになりましたみたいな、わかりませんけどなんかそんな風に見えますね。走ってる人がいっぱいいる一方で、ある程度の間隔そんなに短くはありませんが、しかしおまわりさんがたくさん立っているのも見えます。でもおまわりさんが普通の警視庁の人ではなく、皇宮警察、つまり宮内庁管轄のおまわりさんです。どちらからですか？私は、ね、東京なんですけど、ただ、はい、もうすぐ平成が終わるってんで、あちこち行ってこい。この上に人感センサーみたいなのもあってね、監視カメラじゃなくてセンサーだと思うんですけど、結構物々しい雰囲気だから怖いわけですよ。で皇宮警察の方って皇族をお守りするのが役目なわけでして、別に普通のお巡りさんだったらね、私たち市民を全般的に守るっていうのがあれですから、私たちの中に悪いやつがいないか見張ると同時に私たちを守ってくれる存在でもあるわけですけど、もう皇宮警察だと、まあ、私たちを守るっていう考えはないですからね。だからやっぱこう目もちょっと怖いような気がするなと思ってたんですが、東宮御所の正門のところに行ったら、すいません写真撮ってもいいですか？あ、もう写真だったら大丈夫ですよ。どちらからですか？私はね東京なんですけど、でも平成が終わる前に見に来ようと思いまして、みたいな、結構ね正門の方優しくしてくださいました。ありがとうございます。さっき無言で写したのが東宮御所の正門です。確かになんかあそこの両脇に開いてるバックミラーなんか見たことありましたね。そうか、あそこからだったのかと思いましたが、天皇陛下も即位してしばらくは、まだあそこにお住まいのまま続けていたようです。おお、すごい、よく見てみるとそこの交番の名前、東宮御所警備派出所って書いてある。前は何だったんだろうなこれ。赤坂御用地はここまでですが、これはですね振り返って右側が信濃町駅、奥が慶大病院、この左側にあるこの敷地、これが明治神宮外苑です。ここで明治天皇の大喪が行われました。大喪の礼というのかな。ここで行われたんですが、もともとは陸軍のなんか施設だったらしいですね。でそれを、明治時代が、終わり、明治天皇崇拝する主に東京市民、そして、まあ、全国の、天皇崇拝する人たちによって崇敬というべきかな、その人たちが、寄付をし明治神宮を作ったのですが、まあ、その時にここもまた合わせて庭園として整備されました。中には神宮球場があり、本日は東京ヤクルトスワローズと広島カープとの戦いがあるようです。多くの人たちが、まあ、なんかカープの人たちが多いですけどね、どんどん入っていきます。まあ、カープの人たちは赤い格好をするからそれでわかるのかな。明治天皇の大喪の礼が行われたのは神宮外苑ですが、
昭和天皇そして大正天皇の大喪の礼はここではなく新宿御苑で行われています。さてそれじゃあ日高屋でラーメンを食べてもうすっかり夕方です。あそこに時計がついていったと思うんですけどないか、時計はなかったですね。これから一旦、代々木に向かい代々木から、山手線に乗り換え原宿に向かいます。明治神宮に行きます。まあ、ここからねそのまま明治神宮も行けるんですけど、まあ、せっかくなんで電車でその方がちょっと楽ですし。おなんだなんだ全然関係ないけど中央観光船じゃない快速線を、まあ、東京には入らないんですけどね、まあ、全然関係ないです。あれ引退したんですけどまだ走っているとはね。解体を迎える原宿駅舎です。こちらに新しい原宿駅が今作られているところ、私の声聞こえますかね。こんなうるさいやつが脱毛サロンが来てますけど、あれなんですね、あのなんだっけ、高収入のあのバニラね、バニラの求人、あれだけじゃないんですね、こういう風に大音量を流して広告をするのは。てっきり VANILLA のあれがね、1000倍特許を取ってるんだと思いました。ちなみに1000倍特許ってのはそういう特許はありませんけどね。これが明治神宮表参道です。でこっちが明治神宮ね、表参道をまっすぐ入って神宮の中に入るわけです。ここが明治神宮です。残念ながらもうね、私ここが夜遅くになると閉まるってこと知らなかったんですけど、真っ昼間に来たことしかなかったんでね、朝は早くから開いてるんですが、午後5時50分で閉まります。だからまた中に入るときは今度になるというわけです。本を読むのって時間かかりますからね、私あんまり読んだ記憶ないんですよね。まあ面白いとは思うんですけど時間が何分かかりますんでね。でだから自分の読書の経験みたいなのが非常に狭いので、同じような本の話ばっかりするわけですけど、夏目漱石の心っていう小説を、高校の現代文の授業で読まされまして、それで覚えてるんですけどね。夏の暑い盛りに明治天皇が崩御になりました。その時私は明治の精神が天皇に始まって天皇に終わったような気がしました。最も強く明治の影響を受けた私どもがその後に生き残っているのは必勝実勢遅れだという感じが激しく私の胸を打ちました。ご体操の夜、私はいつもの通り書斎に座って合図の号砲を聞きました。私にはそれが明治が永久に去った法治のごとく聞こえました。後で考えるとそれが乃木大将の永久に去った法治にもなっていたのです。明治天皇ってのは結構名君だったとかなんか言いますよね。相当いろいろ慕われて、まあ、もちろん慕われるべくそういう演出がなされて初めての天皇でもありますから、だからそれを本当にその分信頼ももしかしたら厚くなっていたのかもしれませんが、まあ、本当に、まあ、統治者としての意識も長けた方だったそうで、大正天皇はね割と庶民的に普通に電車に乗ってあちこち出かけてみたりとかね、あーどうもどうもこんにちはとか言ってなんかいろんな人に会いに行ったりとかなんかそういうノリの人だったようですが、それとは対照的に明治天皇というのは結構世の中とは一つどころじゃないですよね。もう全く格の違うそういう高い存在にあるものだと自分意識していたみたいです。多くの人たちからも慕われること大変熱く、乃木希典将軍について皆さんもご存じと思いますが、陸軍大将の乃木希典が明治天皇が亡くなって、その最後に出棺をしていく、その棺が出た知らせを聞くのと同時に自分のお腹をですね、見事な切腹をして、それで亡くなったそうです。でそういうのがあって、それから他にもこの明治神宮、多くの人たちが明治天皇のその世を後世に伝え、そしてまた残しておこうということで明治神宮をみんなのお金で造営したわけですが、それもまた明治天皇の慕われぶりを何だか表しているなという気がします。明治天皇の誕生日11月3日これが文化の日になり、確かあれですよね、憲法も文化の日に、明治天皇の明治説その日に発表したので、それでずっと続いているというわけですが、まあ、大正天皇のお誕生日については全く特にお祝いするとかそういったことにはなっておりませんけれども、いまだに明治天皇のお誕生日は祝い続けていますし、昭和天皇もまたずっと続くのかな。昭和天皇はねやっぱり、戦争の時を超えてきた天皇陛下だし、それからまた時代も長かったですからね、多くの人たちからの信頼もそれだけ厚いということなんじゃないでしょうか。あと3日で金城天皇もご退位で、言語も変わるわけですよ。まあ、この動画をご覧になっている方の多くが言語が変わるという経験をされた方なんじゃないかとは思います。まあ、少なくない方が、昭和から平成にかけての改元を経験されていると思うんですが、私にとっては初めてのことで、やっぱり昭和と平成と見てるとなんか昭和の方がいいなと思うんですよね。いやもちろん平成の方が優れていることの方が多いんじゃないかって気はするんですけどね。
時代が新しくなるっていうこと、まあ、それでじゃあ5月1日になったらこの原宿が何かすごい変わるのかっていうと、この駅だって相変わらず工事中だし何も変わらないですよ。きっと5月1日になってもあそこでああいう風に道で踊ってる人はいるだろうし、時代の流行はスマートフォンによって牽引されていくことでしょう。だからね、別に何も変わらないんですけど、でもやっぱり平成10年と平成元年って違いますよね。この平成生まれになったから逆に昭和と平成の違いが客観的にはっきり判断できる、それは長所かなと思うんですが、平成の初め頃ってなんか昭和みたいな感じするんですけどね、もう平成の中頃過ぎるともう完全になんか今とは違うというか、平成15年20年まあ大体それぐらいになるともう昭和の面影なんていうのはほとんど街からなくなってきてね、街も綺麗になっていいんですが、逆にあまりに有機的になりすぎて無機質なものがかなり街からは減ってきたような気がします。それからなんかいろんな人が増えていろんな価値観が増えたような気がしますね。そんなことないですか？私がちっちゃい時はまだねそんなに新しいものっていうのはそんなになかったんじゃないかなって気がするんですけど、それはただ私が小さかったからかな。はっきり言って私は新しいものってのは好きじゃないですね。今あるものが何も変わらずにそのまま続いていくことが一番素晴らしいのだと私はそういうふうに思っています。変化に対応できない人間です。だからなんか平成の時代が終わってしまうのを何とかしてもし食い止めることができるんであれば、元号は永久に平成であってほしいと思うし、別にさすがにね元号が変わるのに合わせて自殺しようとは思わないんですけど、でもなんか明治の世がいよいよ終わってしまう、これから大正の世に入っていくにあたってもう自分の人生もそこで終わりでいいのではないかと考える人のその気持ちも分かるような気がしますね。でもねなんかそれは自分が老人になってしまったような気がしてね、若い人と年老いた人の違いってなんだろうなと思うんですが、やっぱりね若い人の方が新しいものに対応できて、年老いた人はだんだんそれが難しくなってくる、そんな気がしますね。もう私はなんか最近新しいものが発明されてもそれについていくってことは難しいし、ついていくことは技術的には力量的にはできると思うんですが、ついていくという気力がありません。なんかもう古いものを永遠に使い続ければいいんじゃないか、 Windows 10ではなく Windows 7のまま使い続ければいいんじゃないかとかね、それからスマートフォンではなく、ガラケーでいいのではないか、まあ、結局スマートフォン使ってますけどとか、あとは何ですか、電子なんとかみたいなそういうクラウド云々はどうでもよく USB を使えばいいのではないかとかね、いや USB だって使えないという方が多くいるのはそれは私だって分かってますよ。でもやっぱり私が生まれた時から USB みたいなものはありましたけど、でも私が生まれた時とかね、私ちっちゃい時4歳ぐらいの時にパソコン初めて使わせてもらったんですが、その時使っていた Windows2000 には、USB の機能はついてきたと思いますが、まあ、中心はフロッピーでしたけどね、でもあれはなかったですよ、クラウドなんとかってのはね。だからなんか私は言語が変わるということは非常に恐ろしいことだと思うし、もう本当に勘弁してほしいことだと心から思います。多分そういうふうに思う方はそんなに多くはないのではないかと思いますが、なぜか私はそう思わせられてしまう人間のようです。でもまあ多分同じような感想、少なくとも明日からかなり明日からじゃない何日3日後からね、かなり新しい時代になるのだということは多分それは多くの人が感じているんじゃないかなと思うんですよ。何が言いたいのかっていうと、言語をこういうふうに更新するということは、つまりやっぱりそれなりのこう効果があることなんだなと、言語というものがあることによっておそらく多くの人たちは、そのシステムの変更とかね、それから平成って書けるのか令和って書けばめんどくさいなとか、まあ、そういう風に思う人もいるだろうし、もう言語なんか廃止した方がいいんじゃないかっていう考えが出てくるのもそれも分かるんですけど、でも嫌をなしにもうこれからは新しい時代になるぞというのを認識せざるを得ないっていうのは、これはねなかなかいいやり方なんじゃないかなと一つ思いますね。まあ、最も新しい時代であるということを認識することに何か意味があるのかというと、それは確かにまた違いますけど、でもねやっぱり皆さんも言語を一つ一つ聞けばその時代を代表するようなイメージを持たれるんじゃないですか。明治って言ったらやっぱり文明開化、近代化、そして大正といえば民主政治の確立、昭和といえば戦争とその後の高等経済成長、それから、公害とかね、バブル景気の始まり、平成は長らく続く平成不況終息氷河期、そして、まあ、日本は無事に変遷のない、そういう平和な時代を確かにくぐり抜けました。多分こういった印象を多くの人たちが同じように共有してるんじゃないですかね。これはね確かにすごいことだと思うんですよ。これ外国では100年単位の区切りしかありませんからね、18世紀はなんとなくこうだった、19世紀はみたいな、そういう考えはあるでしょうけれど、これは一つ重要な、日本人特有の優れた概念だと思いますよ。もっとも外国にそれがふさわしいかどうかはまた別ですが、
だからなんか明治神宮には入れませんでしたけど、私の調べ不足で。でもこの明治神宮に来たことはなんか一つ意味があったことのような気がしましたね。平成の時代の終わりに明治神宮にこのようなお金をかけた人たちは、おそらく明治天皇だけではなくて明治という時代にも少しは名残惜しさを覚えていたんじゃないですかね。だからこういった立派なものまで作って、もしそういう気持ちでここが作られたんだとしたら、まあ、なんかこうそれもそれで今と昔の人と同じ気持ちを共有できていて、とてもいいことだなと思います。セビロチャンネルでもいろいろね動画を作ったりしたんですが、ともかく今日の動画はここまでとさせていただこうと思います。最後まで見ていただいてありがとうございました。長かったりとか、まあ、何パターンに分けたかは分かりませんが、多分全部ご覧になるとそれなりの長さになったはずです。まあ今言ったように、それからセビロチャンネルの方にもあの動画が出てると思いますが、なんかあの平成が終わっちゃうのがね、あの寂しくて、それであちこち行ったりしてるわけですが、まあ平成になってもああいう、平成じゃないや、令和になってもああいう馬鹿げたものが任天堂とは無関係とか言ってねやってんのはまあ変わらないはずですし、そうそうすぐにはわからないんですよね、時代の違いって。でも昭和50年と平成10年じゃ違いますよね。なんとなくそのうちに違いが分かってくる。多分昭和の時代にこういうものはなかったでしょう。でも平成ではこれが普通になりました。すごい変化ですよね。新しい時代もいい時代にしましょう。頑張りましょう。どうもご視聴ありがとうございました。5050円だったと思いますが、結構なあのですよね、高級品。でも高級なのに、ね、見合うだけの美味しさがありますよ。もう雷神定食って言ったと思います。雷神とか風神とかいろいろあって、これが超天ぷら、エビが2本とキスと、それからかき揚げとナスとか、そういったものが入っています。これ赤味噌なんですが、これなぜ赤味噌なのかっていうのというか、赤味噌なのに今気づいたんですけど、あのこの三皿というのが、ね、店の名前ですけれど、三河から来た貞吉さんがここで営業を始めたから、その天保6年の創業の時に三皿と名付けたらしいんですが、その由来をずっと引いて、おそらくは赤味噌が使われているんだと思います。ちょっとびっくりしましたけどね。確かに舐め干しなら赤味噌が合うでしょう。ちゃんとこういうの由来を引き継ぐんですね。面白いなと思います。それからこんな、うん、なんていうんだ、お作りもついて、そのもの立派なコースです。こちら厚さも全然ケチくさくなく、煮物に入ってるブリみたいです。天丼並み、揚げ方はね、思いっきりパリパリというよりは少しこう、なんというか、うん、あの柔らかみがあるというか、まあ、そんな感じの揚げ方です。油がなんかこなれた感じでね、ここの油がお江戸の天ぷらっていう感じです。とても普通のやつとは違った感じの味がするんですよね。